の中で読むおすすめの本のご紹介です。紹介していただきますのは北海道出身のフリーライターで書評家、早稲田大学文化構想学部教授の永江明さんです。永江さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日ご紹介した本何でしょうか。今日はですね、三浦紫苑さんの長編小説船を編むをご紹介します。公文社から出てまして、税込み1575円なんですが、はい、先週の火曜日10日にですね、はい、第9回になります本屋大賞の発表がありました。はい、あちこちでまあ報道されてますけれども、はい、この大賞に選ばれたのが三浦紫苑さんの船を編むなんですね。はい、ちなみに、まあ、第2位がですね、高野和明さんのジェノサイド、はい、それから第3位は、大島真澄さんのピエタですね。はい、このコーナーでもご紹介いただいた本ですよね。そうですね、はい、で、まあ、今回の本屋大賞では、まあ、特別企画っていうのもありまして、翻訳小説部門っていうのがね、ありまして、これではフェルディナント・フォン・シーラッハっていう人の犯罪ミステリーが、第1位に選ばれました。まあ、これもおいおいご紹介しようかなと思っています。そうですか。はい、うん、それで本屋大賞なんですが、改めてどんな賞なのか教えていただけますか。そうですね、はい、知名度はあるんですけど、どういうあれそうなのってのはまだいまいちわからない人も多いかもしれませんけども、これまあ一口で言いますと、全国の書店員の方々、まあ、本屋さんですね、これ経営者だけじゃなくて、パートアルバイトの人も含めて投票権があるんですが、一番今売りたい本を選ぶ賞なんですね。だからちょっとまあ優れているとかそういうこととはまた少しまあ違う評価なんですけれども、でこれはですね、ショーの運営も全て本屋さんがやってるんですよ、書店員の皆さんが。しかもその、まあ、手弁当といいますかね、ボランティアといいますか、なんかこれでお金を得るんじゃなくて、皆さん仕事の時間が終わった後で集まっていろいろ打ち合わせをしたりしてるんですね。2004年に設立されまして、今年が9回目になります。はい、で第1回目の時はですね、はい、小川陽子さんの博士の愛した数式が選ばれまして、まあ、これは本屋大賞を受賞するまではね、それほど売れてなかったんですよ。でそれが、受賞きっかけに、まあ、全国の書店で展開されて、はい、まあ、ベストセラーになりまして、はい、映画化もされるとい う, う、ね、まあ、だから第1回目の時から、本屋さんが注目すると売れるという公式ができたんですね。でもそもそもはですね、これ本屋さんの飲み会から始まったんですね。本屋さんってね、結構同じ書店に働く人だけじゃなくて、他の書店の人も一緒に飲むっていうのは全国的に盛んなんですよ。ちょっと他の業界では珍しいかもしれないですね。HBC と STP のアナウンサーが一緒に合コンってことあるんでしょうかね。どうなんですかね。ないなぁ。ね、トヨタの人と日産の人が一緒に飲むなんてのはあんまりないかもしれないですよ。本屋さんとかね、あと出版社は仲いいんですね。皆さん会社超えてよく飲むんですが、その時に、最近の文学賞ってどうよって話になって愚痴ですね。俺はあっちの方が面白いと思ったのにとか、私はこの方作家がいいと思ったのになかなか賞取れないのよねなんていうところから、じゃあ自分たちで文学賞、まあ、賞作っちゃおうぜっていう話になって、それが本屋大賞になりました。そうですかね。はい、で今回のこの受賞者の三浦紫苑さんなんですけど、この方どんな方なんですか。はい、三浦紫苑さんはですね、1976年生まれですね。はい、東京都の出身です。実はお父さんはですね、三浦助幸さんという方で、何年か前に口語訳古事記、日本の古典の古事記ですね、はい、これがベストセラーになったんですけど、まあ、古典文学の研究、しかもその、古事記とか日本書紀のような、まあ、上代の文学の研究で知られる学者さんなんですね。その、お嬢さんが三浦紫苑さんです。で三浦さん、早稲田大学第一文学部の卒業なんですが、
デビューのエピソードがちょっと変わってまして、大学4年生の時、就活しますよね、就職活動、はい、で早川書房って翻訳書で知られるミステリーの、出版社の入社試験を受けたんですけども、はいはい、その時の面接者がですね、三浦さんがその書いてきた作文の課題ですね、それ読んで、うん、あんた編集よりも書き手に向いてるよって言ってですね、でそれを見込んでなんかウェブサイトでのエッセイを書くように進めてですね、うん、書き始めたんですね。でその面接した人が、早川書房を辞めてですね、はい、出版エージェントって、これアメリカ欧米では大抵の作家出版エージェントに所属して、出版社で本出すんですけども、はい、日本ではまだ、あまり広まってないんですが、この出版エージェント、その人が作ったんですね。でそこで、所属して、次々と作品を書くようになりました。デビュー作格闘する者に丸っていうのはですね、これはその就活する学生の、話なんですけれども、で、2006年に眞秀駅前ただ便利券という、作品で、直木賞を受賞しています、うん、この時三浦さんは29歳でしたね。20代で直木賞はまるで話題になりましたよね。そうですね。で今回の作品、船を編むですが、どんなお話なんですか？はい、これは船作りの大工さんの話でっていうのが、この嘘でして これはですね、辞書作り、辞典ですね、はい、国語辞典を作るお話なんですよ。で本の想定もですね、これ辞書のような本になってるんですね。これ帯がついてるので、あれです、帯を取るとね、本当紺字に銀色の文字で船を編むって書かれてね、辞書のように作ってあるんですけども、これちょっと仕掛けありまして、この紺色のカバー外すと、小説の中のさまざまなシーンが漫画で書かれてるんですよ。だから読み終わった後でカバー外してみると、あのシーンがここかっていう風にね、また楽しめる面白い本なんですけども、さて小説の方ですが、主人公は真面目三ツ矢さんという男の子です。真面目って言ってもですね、馬に締めると書くんですけども、真面目三ツ矢君ですね、大学院を出て、大手出版社に入社3年目の、若手社員ですね、27歳ですね、で彼が営業部から自称編集部に配属されるところから、小説が始まるんですけれども、というのもですね、前任者のベテラン編集者いまして、荒木さんというんですけども、この人はもう子供の時から辞書が大好きでっていう人で、この出版社にいる37年間ですね、ずっと辞書を作り続けてきたっていうおじいさんなんですね。で、その人が退社するんですけども、後任は誰かいないかなってことで、この真面目くんに白羽の矢が当たったんですけれども、名前の通りに真面目ですね、で不器用で地味でですね、引き抜きに行ったらですね、その真面目くんがいた、営業部なんですけど、営業部長がですね、真面目、そういえばそういうやついたなって、引き取ってくれるのって言って、もう喜んだっていうんですから、営業部ではいささかこうね、目の出ない人だったんですけども、彼が、辞書編集部に行くや、その才能を開花してどんどん、人間的にも成長していくっていうのが、この大まかなストーリーで、上司が忘れるほど存在感がないっていうのもすごい地味な主人公ですね私生活も地味でしてね、大学に入学した時から住んでる木造2階建ての、下宿に1人住んでます。1人っていうのは、これ部屋に1人って意味じゃなくてですね、あまりにも古いんで、もう下宿にいないんですよ、この。で真面目くんと、大家さんの竹おばあちゃんですね、2人だけがいてですね、下宿に他にいないもんですから、真面目くんがね、他の部屋もどんどん占領して、しかも置いたのは本だけですね、書棚ばっかり、で家具は、小さな斧机一つっていうんですけれども、あとはみんな本だそうですね。
で、まあ、その真面目くんが、地味に辞書を作っていくんですけども、うん、この小説はあの辞書作りの現場が非常に詳しく書かれてまして、例えば用例採集カードっていうのが出てくるんですが、はい、まあ、言葉のカードですね、でこれに照らし合わせて、他の辞書を見ながら、載せるこの辞書に自分たちが今作る辞書に載せるかどうかを決めていくなんて話が出てきますね。で実はこの、2ヶ月ほど前ですね、はい、この船を編むについて、北原康夫さんってあの国語学者、元筑波大学の学長さんですけども、はい、今この船を編むどのくらいあの辞書作りの現場正確に描かれてますかって伺ったんですね、はい、そうすると北原先生ね、これかなり正確だよっていうふうにおっしゃってましたね。まあ、ただ小説として分かりやすくするために、登場人物はうーんと絞ってますけれども、辞書作りのプロセスはとても正確だそうです。だから辞書作りの現場取材の気分で読んでみたらいかがでしょうかね。実際にどのように辞書が作られているのかも分かるわけですね。恋の話もあります、真面目くんが住むオンボロゲスクにですね、かぐやさんっていう、もう名前も美しい女性が越してくるんですね。竹おばあさんのお孫さんでね、竹おばあさんがちょっともう一人暮らしが心配だからって言って、まあ、同居するんですけども、真面目くんかぐやさんに一目惚れですね。でもね、かぐやさんは、女性なんですけど板前修行中なんです。で料理に夢中なんですね。でさて不器用な真面目くんに恋愛ができるのかっていうのも、面白いストーリーの一つですね。そんな風に言ってる時にとんでもないことが起きます、自称編集部にですね、西岡くんっていうすごい、まあ、軽薄男がいるんですが、この軽薄男がですね、本館の、トイレの個室に入っていたんですね。まあ、台をする時は本館がいいとかのが入ってましてね、でそうすると個室にいると営業部らしき人間の声がね、個室の外から聞こえてくるんですよ。どうやら自分たち、まあ、真面目くんとか西岡くんが作っている辞書の編集が中止になるらしいって言うんですよ。何しろ辞書ってね、あの莫大な予算と時間がかかるんですね。何十年も時間かかります。でも出版不況ですから、大手出版社とはいえ中止もありえなくない。それをトイレから出てきた西岡くんから聞いた真面目くんがある行動に出るんですが、おっと時間なくなっちゃいましたね。どうするんだろう、これは読んでのお楽しみ、お楽しみか。そっか、どうするのか。はい、今日長谷明さんに紹介していただいた本、三浦紫音さんの船を編むという本でございますね。公文社から税込み1575円で出ております。では長谷さん、来週もよろしくお願いいたします。